ラジュメジです。3月23日水曜日22時54分を回りました。ラジュメジの夜トレイ夜トレの時間がやってまいりました。えー、投資系ユーチューバーのラジュメジです。<laughs> くどいかなあれ、毎回やってんだけど、元プロの投資顧問ってやつね。 えー、ちょっとまた変えましょうかね。あの、最初のキャッチコピーというかね、えー、どっかで変えていきますけどね。なんか押し付けがましい部分があるよね。<laughs> プロの投資顧問、ラジオラジが無料で投資のノウハウを公開し、具体的実践的な投資情報を1日6本のとか言って <laughs>、やってるんですけどね。えー、で、その会合ってか知りませんけど、 あの、今日、ちょっと登録者が、えっ、ー、と、最近増えましてね、えー、気づいたらね、13万人になってました、えー。メインチャンネル登録者13万人です。ありがとうございます。あんまり喜ばないんですけど僕ね <laughs>。登録者10万人になった時に、あの、YouTube から盾が送られてくるんですよ。それ開封もしてないんですよ。な <laughs> んでかっていうと、僕の目標は、 100万人だからです。<laughs> 僕の、僕の目標は100万人なので、10万人突破の盾が送られてきているんですけど、開封してません。<laughs> 開封してないんだよね。よくあの10万人の盾もらうと、どっか見えるところにこう飾ってる人いますけどね。僕は10万人の盾は、えー、盾盾盾 <laughs> は飾っておりません。ねえ、えー、あ、 文字が揃ってない。えー、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。えー、ということでね。でも今日13万人突破したんでね。まあ12万人からね、13万人長かったんですよ。全然増えなくて。一時、えっ、ー、と、炎上した時とかの後は、毎日登録者が減っていくんですよ。<laughs> 減っていくんですよ。結構な勢いで減っていくんですよ。 あの、今は毎日増えてくる、来てるんですけど皆さんありがとうございます。ね。えー、で、えー、13万人行きましたけどね。あと、目標まで、えー、87万人です。<laughs> えー、生きてる間にね、100万人行きたいなぁと思って。あの、この間見てたら、あの、柴崎さんっていう、あの、画家の YouTuber がいらっしゃるんですよね。 あの方は多分70代の中盤から後半ぐらいかなっていうおじいちゃまなんですけど、僕もおじいちゃんですけどね。僕よりだいぶ上の方だと思うんですけど、絵のチャンネルやってらっしゃって見たことある方いらっしゃるんじゃないですか。鮮やかな水彩画を描かれる方。あの方が100万人突破して、えー、なんかそれで動画上げてましたね。えー、お、いいなぁ <laughs>。 僕もね、えー、7、まだ10年ぐらいあるだろうからね、もしやってるかどうかが、<laughs> とりあえず、今65までやろうと思ってるんですけどね。で、えー、75までやってれば、100万人かもしれませんね。その頃にあれですかね、ど、あの、相場の動画やってるんですかね。その頃ってもう、もしかしたら、あの、コンピューターがもう全部売買してて、人間がなんか売買するっていうのはなくなってるかもしんないね。 今もね、ほとんどコンピューターがやっちゃってるからさ、だからこう乱光源も荒いんだよね。だからどこまでね、この人間が売買するっていう世の中がね、続くかわからないんだけどね。今日はあの、どこだっけえっと、2番目の動画、そう、2番目の動画が全然上がんなくって、で、1時間近くチェックにかかって、せっかく早く作ったのに、 えー、2時前に作ったのに、えー、2時前、んと、1時、なん、1時半過ぎぐらいですかに作ったはずです。そう。なのに、えー、2時半ぐらいまで上げれなくて。だから、正確には40分とか45分とかかかったんですけど、僕、Twitter に1時間かかりましたって書いちゃったんですけど。 自分の気持ち的にはね、1時間待たされた感じだったんですけど、えー、今ね、やっぱりこのご時世っていうことがあるんだ、だろうと思うんですけど、動画のチェックにすっごい時間かかるんだよね。で、今日わかりました。もうね、本当にね、かすってもダメです。あの、ちょっとでも、それっぽい言葉が入ってたら、もうチェックに時間かかりますね。えー、要するに今のあの、知性学ね。 えー、その問題で、えー、それらしい普通に語られている言葉が入れば、もうそれでもうダメです。ダメですね。えー、それを少し言ってしまったんですよ。そうしたらね、通らない、通らない。<laughs> 通りません。だからね、その後はもうね、気をつけて、もう一切、もうそういう類の言葉はもう使わない。えー、で、もう行くと決めましたね。 はい。まあ、あの、疫学の時にね、随、え、分、ー、ね、えー、それは学んだんですけど、えー、今回もまたさらに学びましたね。もう、かすってもダメなんだなーっていうね。まあ、だから、もう、今日の2番目の動画は、撮り直そうかと思ったんですよ。どう、どう待ってても、どんだけ待ってても、チェックが通らないからね。ね。<laughs> YouTube 様。 ご勘弁くだ <laughs> !YouTube 様さて、今日の、えー、今の相場ですけどね。えっと、5分チャート見てみますけど、日経平均が結構下がったところから今ね、下げ止まってきてますけどね。あの今、だーっと下げてきてるから、このまま下げると思ってる人もいるかもしれませんけど、えー、あの、一本前の、てか今日の5本目のメインチャンネルの動画でも言いましたけど、こんなもんね、そう簡単に下がりませんよ。 で、僕もね、あの、ちょっと日経売ってるわけですよ。で、ええー、まあ、いくつかね、今日ポジションをね、減らしました。減らして、えー、ポジションを減らして軽くしておいて、まあ、そのポジションを減らすのはね、割と高いところで売ったやつを、プラマイゼロとか、えー、ちょっとリグイして、ポジションを減らしたんです。ね、なんでそんなことやるのか。高いところで売ってるやつは残しておいた方がいいわけよ。本当はね、コマも下がるんだったら。 だけど、高いところで言ったやつを削った。かなり削った。かなり削って、で、この明日からの上げに備えた。明日は上がらないと思うんだよ。多分。で、明後日金曜日と月曜日が高い。特に金曜日高いと思う。で、金曜日が高かったら、売っていこうと思って。で、売りの、あの、余力をね、作るっていうか、あまりポジションを増やさないように、一回削ったの。ポジションをね。それで、また売れるように準備しました。 えー、そんなことを今日やってましたね。こう下げてきたからね。まあそれができて、ちょっとホッとしているところですね。まあそういう細かいポジション操作をやっていかないといけないですね。損切りをちょっとしました。部分損切り。でもね、ほんのちょっとです。ほんのわずかの損切り。もうだから、あのー、僕にしてはちょっと大きいけどね。えー、1万円余りの損切りしましたから。えー、だけどそれはポジションを減らすためです。えー、2万円まで行ってませんよ。<laughs> 2万円までは切らないです。 1>, 1万円ちょっとぐらいを切って、で、ポジションを減らして、で、でもポジションの数はだいぶ減らしたんです。総額で1万円ちょっとぐらいの損切りをして、で、ポジションだいぶ減らして、んで、明日は多分調整するけど、明後日月曜日が上がる可能性があるんで、そこで売っていこうと思ってます。日経平均はね。でそこはょうで、このまま下がっちゃうと、その高いところで売ったやつを一回削ったんで、 今晩下がっちゃうと、それを置いとけゃよかったのにっていうことになるわけですよ。そうな、なるかもしれない。それもしょうがない。そうなったらね。まあ結果はどうあれね、今やるべきことをやるわけよ。ね、そんなことやってましたね。で、えっ、ー、と、ドル円もね、今捕まってるんですけど、ドル円もね、一回今ちょっと下がったところで、ちょっとは切りました。で、切ったっていうか、ポジションを減らしました。損切りはほとんどしてません。で、ポジション減らして、で、えっ、ー、と、多分これでは終われないんで、 121のね、後半とかがあると思うんだよ。だから121の後半とかで売るためにポジションを一回削ったの。そういうことをやるんですよね。まあ皆さんどういうふうにやってらっしゃるかわかんないけど、失敗した時ねあ。失敗したこれちょっと安く売りすぎたってあるじゃないですか。で、そういう時には、えー、削るんですよ。今、ナスも僕そういうふうにしてて、ナスって最大で120万ぐらいマイナスだったんですよ、僕。 ナスって120万ぐらい、ナスの100がね、ナスの100のポジションが120万ぐらいマイナスだったのね。それが今いくらになってるかっていうと、ああ、ポジション結構多かったの。それをかなりポジションを減らして、で、今のマイナスがね、120万からね、えっとね、今ちょっと見るけど、うんっとね、120万だとマイナスが、ちょっと今日下がってるんで、44万今。 120万だとマイナスを44万まで減らして、ポジションもかなり削ってるんですよ。で、何やってるかっていうと、下がったところで、下がったところでま買いますよね。で、上がってきたところでこの、上がってきた、順番にこう階層上に買っていくんで、下がったところで買いますよね。で、上がったところでこの、利食いができるやつを削るんですね。 で、あ、リグンですね。で、上のアカンポジションを切るんですね。こっちゴロットに対してこっち1ロットしか切れなかったりするけど、ゴロットでリグったもので1ロット切る。1ロットでも切る。で、その、がなくなって、こう上がっていったときに、この安いところで買っているやつが、プラマイゼロぐらいになるわけよ。そうしたらね、これを削ります。 え、損切りじゃなくて、プラマイゼロぐらいのやつを削っていくの。なんでそんなことするか。安いところで買ったやつを持っとかないと、上がった時に利が,利が乗らないから、安いところで買ったやつは持っとかなきゃいけない。だけど僕はなんで削ってるかっていうと、また下がると思ってるから。えー、ナスダックはまた下がると思ってる。で、また下がったらなるべく安いところで買い増しをするために、ポジションを削るんです。 だから、あんまり良くないトレードになったなっていう時には、回想上に買い売りやるんだけど、えー、ちょっと下がったり上がったりした時に、削れるポジションを一回削る。で、もう一回来た時に、今度こそ、今度はすごい高いところでしか売らない。あるいは安いとこでしか買わない。っていうふうにして、ポジションを改善します。して、上がったとこで理,理覚する。あるいは下がったら理覚する。そういうふうにね、やっていきます。 そうすると、まあ楽になりますよね。だから今今日は日経は僕は結構ポジションを削りました。3分の2ぐらいにしました。実は。<laughs> 日経平均で言うとね。3分の2ぐらいまでポジションを削ったのね。で、この下げてきたところで3分の2にした。少しマイナスで出たけど、それしょうがない。3分の2にしましたで。あとまたね、さ、えー、もうその削った分ね、売れるんだよ。で、それを余力を作って、 で、も削り終わってますけどね。で、まあ、これ上がれば、えー、また売ってきます。ただ、売るのは、この後は、日経先物が2万8000超えてきたら売っていく。っていうふうに決めてます。そういうふうにね、削ってまた売り直すんだよね。で、買いもね、削ってまた買い直すんだよ。そうしてやっていけば、そんなに損切りしなくても、ポジションを改善していけば、えー、損切りしなくてもなんとかなるんですね。もう本当にね、 あの、損切りは最後の最後。損切りはもう最後の最後。もう損切りはしない、基本的に。というのは僕のやり方。で、できるだけしない。で、どんなに窮地に立たされても、損切りはしないで、えー、部分損切りっていうか、部分利確をして、で、その時にす、あの、利確をした時に、部分損切りします。その時は、プラスとマイナスを相殺していくので、マイナスはほとんど出ない。出る時もあるけど、わずか。 そして、ポジションを減らして、待たされたら買い直す。そして、ポジション改善する。前のポジションより良くする。売りのポジションもそうですね。それをやることによって、なんとかなる。なんとかしていく。っていうのは僕のやり方ですね。切らないです。基本的にね。でもね、あの、この切らないっていうね、囁きは、悪魔の囁きかもしれないんだよな <laughs>。あの、要するに、えー 皆さんの、あの、なんか、影響力、影響が悪いかもしれない。あの、潔く切った方がいいかもわからないんだよねで。僕は切らないんですよで。とにかくポジション調整したり改善したりして、部分的に切ったりまた入れたりして、とにかくしつこく丁寧にやっていくんですよ。で、それによって、切らないで、え、あの、なんとかしてだから、さっきのナスの話、最大120万あった。ナスだけで。それを、え切ってないです。切ってなくって、今、 え、40万円ぐらいまで、3分の1ぐらいまでマイナスを減らして、上がってるからっていうこともあるんですけどね。で、ポジションもうんと減らしてる。で、ナスがこのまま上がるとは思ってないんですよ。上がるんだったら別に低いところを切らなくてもいい、いいわけよ。上がるんだったらね。だけど上がると思ってないんだよね。あ、ここら辺からもう一回さ でそれがまた外れると、あーなんだ、安いとこ切らなくてよかったじゃん。ポジションの再構成やらなくてもよかった。あのまま持ってりゃよかったじゃんってことになるんだけど、それはまあそれしょうがない。それはそれしょうがない。それはそれしょうがない。<laughs> ね。えー、まあそういうふうにやります。だから今ね、日経均上がってきますけどあ、上がってちょうだいって感じね。で、まあ今、あの、切れるポジション全部切ったから、もう一回上がってくれば、 さあ、高いところから売っていくぜ、みたいなね。多分、えー、日経平均で、えー、明日は多分安いけど、明後日とか月曜日に28,3500は多分ある。と思っている。<laughs> それがわからんけど。ね。そうなった時のために、売りポジを、えー、ちょっと調整してますね。そんなやり方もね、参考にしてもらったらいいと思うんですよね。だからそれをやるためには、いっぺんに入れちゃったらどうしようもないですよ。階層上に入れることなんですよ。 階層買う時も、買いました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 。ね。えー、そういうふうに、階層状に買っていく。売る時も階層状に、できるだけ間広げて、売ったり、売ったり、買ったりしていけば、少しずつ買って買ったり、売ったりしていけば、なんとかなるんですね。で、本当は、その、スタートも、辛く、厳しくやらなきゃいけないんですけど、階層上にやればなんとかなるわっていうの、僕、スタート結構甘いんですね。 それは今ね、反省材料ですね。今ちょうど為替の動画やってて思うのは、やっぱりスタートポイントがすっごい大事。売り始めとか買い始めね。いかに待つか。そこを待ちきれないで買い始めてい、えー、くと、えー、一生懸命回収上にやっても、やっぱり限度がある。やっぱり安いところから買い始めなきゃダメ。高いところから売り始めなきゃダメ。っていうのはね、思ってますね。それは思ってます。 だから日経平均で言えば、シグナルが灯まるまで、売り返しない方がいいんだよね <laughs>。それなかなかね、僕はできないな。まあ皆さん、どうされてるかわかんないけどね。そんなヒントをちょっとお話しておきますね。あ、今日のテーマ、いや、やら、やってないね。今日のテーマ、株を売れ、しばらく休め。株を売れ、しばらく休め。テーマ16分経ってから言うのか。<laughs> 株を売れ、しばらく休め。これがテーマですね。 ま、これはね、あの、でも、なんだろうな、その、もちろん自由だし、ええーね、ね、やってもやらなくてもいいと思う、思いますけど、あのー、今の相場がね、僕は怪しいと思っていて、ええー、その意味でね、あの、メインの動画でも言ってますけど、あのー、ちょっと一回ね、ええ、現金化して、で、ポジションなくして、ちょっと様子を見た方がいいんじゃないかなと思うんだよね。4月頭ね。そのリニューアルもあるしね。 東証リニューアルに関してはね、うちもあのチャート力学で僕のソフトがね、ちゃんと動くかどうかすごい心配なんですけど、今の段階では問題なし、えー、多分いけると思ってます。ただ、えっ、ー、と、そのプライムとかスタンダードとかね、そういう名称を表示まだできないし、えー、きれいにこの,その上場区分ごとに銘柄を分けることは最初はできないですけどね。 で、また、プログラマさんにお願いして、えー、4月いっぱいぐらいでそれ直していきますけど、最初の段階ではね、まあまあ問題なく、多分、チャートは出るはずです。えっ、ー、と、もともとはね、出ないと思ってたんですね。もうダメだと思ってたんですけど、どうもいける感じですね。いろいろ調べて、いろいろ調整してるんですけど、いけそうですね。でも、4月の4日は、えー、もしかしたら何かトラブルあるかもしれませんね。なの,なので、 え、それで8日ぐらいまで様子を見ることをちょっとお勧めしたいですね。まあ別にこれ言うこと聞かなくてもいいですよだし、そんな株売れって言われても今売れねえよとかね。えー、今、ここから上がるでしょうと思っている方もいらっしゃると思うんで、そういう方はね、もちろん、あの、持ってっていただいていいんですけど。そんな風に僕は個人的に思っているということでね。今動画でもやってて、その株を売りましょうキャンペーン、<laughs> やってるんだけどね。 えー、今日もメール紹介していきましょうね、えー。今日もできるだけね、今日中に動画撮り終えて、で、今日中にアップロードしたいんですけどね。また、あ、アップロードにね、これ、フリートークでしょフリートークだとね、やっぱり私引っかかっちゃうんだよね。チェックにね。で、今日ももう、ものすごい気をつけて今喋ってるんですよ。で、うちは動画台本ないからね。もうフリートークだからね。<laughs> ドキンちゃんからいただきました。昨日もらったね、ドキンちゃんのメール。で、そのドキンちゃんのメールに、ドキンちゃんとドカンちゃんって両方書いてあったの。で、どっちかなと思ったんだけど、ドカンちゃんなのかドキンちゃんなのかなって。で、ドカンちゃんなのかドキン、ドキンちゃんなんだろうなと思ってドキンちゃんにしたんですけど。んで、えー、そしたらね、どうもドカンちゃんだったらね <laughs>、ドカンちゃんかドカンちゃん ドカンちゃんだったらしいんですね。で、改めてドキンちゃんになったということで、自虐も込めてコツコツドカンのドカンちゃんというニックネームにしていましたが、ドカンちゃんドキンちゃんの方が可愛いので、改めたいと思います。えー、昨日ね、メールいただいて、すごい安いとこで売っちゃってて、FX をね、か高いとこで買っちゃっててっていうねで、両方とも塩漬けみたいになっちゃってて困っちゃったっていう方ですよね。よくありますよ。 100円ぐらいで買ってて、100、100んいくらだっけ ?100 円ぐらいで売ってて、120円ぐらいで買ってて、みたいなね、えー。そんな、あの、ポジション。まあ、あの、正確じゃないけど、そんな感じのポジションを持っていて、大変だっていう相談でしたね。で、昨日は早速メール取り上げて、丁寧なアドバイスいただき、ありがとうございました、えー。相談できる人が周りにいなくて、深めにはまっていたので、とても助かります。 メールを差し上げておきながら、心のどこかで、ラジオアイジは多分、架空のメールを紹介して、YouTube 的に面白おかしくコンテンツを作っているのでは、と思っていたところもあり、自分のメールが取り上げられてびっくりしました。すいません、疑心暗鬼ですねって。すぎますね。あのね、こういうメールもらったことあります。お前んとこにメールなんか来るわけないと。<laughs> お前んとこにメールなんか来るわけないから、全部自分で書いてるんだろうって言われたことありますけどね。 いや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 、これ書いたらもう無理よ。だって、だいたい10時半ぐらいに5本目の動画が終わるわけね、夜の。で、そこから、えっ、ー、と、いただいたメールを見て、どれを採用しようか選ぶんですよ。選んで、貼り付けて、表示用にちょっと形を整えたりして、で、やっていくわけよ。それで30分はかかるんですよ。で、11時に始められればいいとこで。 えー、それ、11時に始められればもう最高なんだよね。で、30分はかかる。その、いただいたメールを選んで、貼り付けて、体裁を整えるだけで、優に30分かかります。それから、この、えー、タイトルを作らなきゃいけないね。このタイトル、えー。これ、これね。これを作らなきゃいけない。これ1文字ずつ貼り付けて作っていくんですね。で、コピーができないでしょこの、えー、この動画、録画ソフトで作るんでね。特殊な作り方してるから。<laughs> それをやってるのね、のもうね、とってもじゃないですけど、メールをね、自分でね、捏造するなんてできないです <laughs>。でもね、そう思ってる人ね、あの、ドキンちゃんだけじゃなくて、いる、いるんですよ。だから皆さんがメールがあまりにもお上手だからな,なのか <laughs>、いや、じゃあ、だからなんか、なんだろうね、えー、面白いメールが多いからか、ね、で、これ創作だろうと思ってる人もいらっしゃるみたいですね。 でまあ創作だったら僕僕の創作力は大したもんですねこ。これだけのね、あのメールを、えー、架空で創作できるんだったら、もう小説家になれるわ <laughs> いや。僕、小説書きたいなと思ってるんだけど、まあ、75ぐらいから書こうかな <laughs>、えー。またメールでは問題と感じていたショートのポジションのみ、 書こうかとも思っていたんですが、ロングのポジションを手締まりして、動かせるお金を増やすというアイディアに目から鱗でした。これ僕は提案したんですよね。きちんと書いておいて、今、ね、買いのポジションがちょうど今売れるから、売っちゃったらいいじゃんってそう。そうすればね、お金増えるし、また売りもできるし。で、売りか買いか、両方やるんじゃなくて、片方で勝負した方がいいですよっていう話もしたんですよね。こんがらがっちゃうんだよね。両立てすると。 上でも下でも塩漬けのを過ぎていけませんね。早速、米ドレ円ンとゴールドレーンのロング、121と90でそれぞれ決済しました。おー。ね、これ、パパパパパパ <noise> ね、えー、ドルは、えー、スワップで操作されて若干利益が出ました。ね、米ドルはスワップ金利がプラスがつくからね。えー、また、ショートポジションも1円2万円幅で、えー、ショートの難品を仕込もうと思います。ということですね。えー、少しずつ難品していくっていうね。 え、マイナスワップぐらいの損失で売り抜けられれば、本当にいいんですかまあ、決済できればということですね。疫学的リスク、のため、え、フルリモートワークで2年ほど経っているので、副食費、外食費などの消費もだいぶ減っていたため、え、損切りしても、え、損失分は相殺したと思えばいいと、と自分に言い聞かせ、損切りのチャンスを伺っていましたが、いざ3桁万円の損切りは落ち込んでいたでしょうということですね。 で、えー、まあ、3桁前に切らずに、部分的に切っていったってことですね。昨日のメールでよくわからないとおっしゃっていた縦局についてですが、上で捕まったロングのポジションがあるせいで、えー、円高でリーマン食級の70円台などになってロスカットされる恐怖に怯える甘い、あまり、急落時にショートポジションを追加して、平均売値を上げたりなんかしていたっていうことですね。 だからあの、結局、あの、今もそうですけど、121まで、ええー、来てますよね、ドル円が。そうすると、これ130まで行くって言い始めるんだよね、みんな。みんなっていうか、いろんな人が言い始めるんだよね。で、確かに行くかもわからないし、行く時もあります。で、例えば、100円割ってくると、これ70円に行きますとか言い始めるんだよね。で、70円来ると、もうドル円は50円になるとか言い始めるんだよね。それはいつもそうなんだよね。 そういうね、えー、あの、なんか、そういうね、あのー、噂を、噂を信じちゃって言うたかったけど、いけないんですよ。まあ、なるかもしれないけどね。そういう噂が出るときってだいたいピークだったりする。だ百二121で今ね、130があるぞーとか言い始めたら、ピークだったりするんだよ。2万8000まで日経平均来ると、もう3万円も目,目と鼻の先だとか言い始めるんだけど、ピークだったりするんだよね。<laughs> で、ラジオアイ様のおっしゃるとおり、チャートを見てトレードしておらず、レンジ相場で下がったら上がるに違いないという謎理論のもと、5分足の寝転感で買っていました。5分足で買ったり長く持ちすぎですよね。5分足で買ったんだったらもう、もう最、最長でもその日のうちに売り抜けないとね。メインチャンネルの動画を見て、チャートの見方を勉強したいと思います。メインのチャンネルと夜トレを過去に遡って配置をしていますが、 内容もさることながら、良いお声をされているなぁと思いました。一発撮りでよどみなくお話しされているのも、本当に頭の回転の早い方なのだなと思います。えー、あ,ありがとうございます。<laughs> 花粉はもとより季節の変わり目で体調など崩されませんよう、良いお声のためにもご自愛なさってください。ドキンちゃんからいただきました。ありがとうございます。あのね、声なんですけどね、あの、僕もともと声、自分の声が嫌いで、で、 最近ね、あの、いつからかな一年ぐらい前からかなと思うんですけど、えっと、力まずに発生するようにしているんですよね。昔はもっと高い声でキンキンと、その、必死で喋ってました。あの、例えばね、えっと、まだ動画1時間半を1日1本やってた時あったんですけど、あの頃ってものすごい高い方の声で、えっと、必死でなんかね、あの、声張り上げて喋ったんですね。 そうするとね、あの、自分も苦しいし、聞きづらいっていうことが分かって、で、そうじゃなくて、ちょっと低めのトーンで、あまり力を入れずに、え喋、ー、る。その方が、聞きやすいし、喋りやすいっていうのが分かってきて、だんだんその低めのトーンで、力を入れずに、え喋、ー、るようにしてるんですよ、今。その方が多分、聞きやすいんですよね。それで、だから、そういう発声にしてから、声がいいですねっていうふうに、 言われることが多くなったような気がします。はい。なので、あの、皆さんもね、喋るときって、その、いろんなその声って出せるじゃないですか。で、その、どういう声で、どういうふうに喋ったときに、自分の声が一番魅力的に響くのか、聞こえるのかっていうのを、その、録音したりして、僕なんかはいつも、ほら、録画してるじゃないですか。で、自分でも少し聞くわけですよね。で、そのときに、ああ、やっぱり力入れない方がいいなとかあるんで、 そんなふうにちょっと、えー、出し方を工夫すると、えー、自分のいい声が出せるかもしれません。で、声って皆さん一人一人の声、お一人一人お一人の声ってすごい声っていいと思うんだよね、えー。それぞれ個性があって、それぞれいい声だと思う。それがだから、そのうまく個性が、でもあのなんか出し方によってね、聞きづらかったりするから、そういうのは僕はそんなふうに工夫していて、 で、良いお声って言っていただいて嬉しいんですけど、そんな工夫をしています。で、今も夜トレもね、ちょっと気をつけないと、こう、一生懸命喋りすぎて、キンキンキンってなっちゃうんですよね。だから今も、できるだけ力を抜いて、え喋、ーえー、るようにしています。だそういう風にすると、皆さんもいいかもしれませんね。ドキンちゃんさんありがとうございました。ドキンちゃんさん。<laughs> ありがとうございました。ね。 本物のメール読んでますよ。<laughs> まあでもね、時々でもメールをいただけない日もあって、で、今日来てないどうしようっていう時もあるんですけど、そういう日もね、でもね、だいたいそういう日は本番直前にポンポンポンってメールもらえたりするんですよね。で、今ね、だから僕はあの、65まであの動画やろうと思ってたりするんですけど、その原動力は本当に皆さんからいただくメールなんだよね。 えー、ひろっくんからいただきました。えー、ひろっくんからいただきました。いつも楽しく動画を拝見しています。毎日6本すべて2倍速で見ていますっていうね。その方がいいと思いますけどね。えー、僕は2倍速で喋っても <laughs> 僕は2倍速で喋って、喋 <laughs> って、それを2倍速で再現したらどうなるでしょうかね。<laughs> 今年から CFD を始めましたが、日本22五、米国産指数すべてに捕まってしまいました。 ねえ、えー、含み損は最大50万円程度な、だったんですが、えー、再雇用者で、えー、収入が現役時代の5割目も、これで、ね、僕らの年代のね、人って、えー、一回仕事を区切りが六60で区切りがついて、もう一回再雇用になると、お金がね、半分になっちゃうんだよね。これ昔は、 60過ぎて頑張ればお金いっぱいもらえたんだよね。<laughs> それが今は半分になっちゃうんだよね。ひどくないですか僕思うんだけど、60過ぎた人って、すごいね、あの、いろんな経験とかいろいろがあって、一番いい仕事ができると思うんだけど。<laughs> 違う。精神的にも落ち着いてきてるし、60過ぎた人って、60から65って、 本当の働き盛りじゃないかなと。まあ、こう、なんかこういうような仕事はね、無理かもしれない。力、あの、力仕事は無理かもしれないけど、まあ、どっちかって頭脳労働的なね、部分で言えば、一番いい仕事ができる時期だと思うんだよね。えー、で、えー、大ダメージですということでね。まあ、これ本当にね、僕はそう思うんだけどな。昔は良かったね。 えー、年を取ってから働けばお金たくさんもらえた。ね、時代があった。ショボ取りで始めたつもりが損を取り戻そうと熱くなっていたようです。二度ほど手仕舞いのタイミングがあったんですが、まだ上がるだろうと欲を出し、売り時を逃しました。ね。本日なんとか手仕舞いでいきましたが、プラマイゼロでしたっていうね。<laughs> まあでもすごいじゃないですか。50万円のマイナスをプラマイゼロまで抑えれたんだったら、全然問題ないです。えー なんだか疲れましたが、今度は、えー、この経験を生かして、利益が出るように頑張ります。もちろん、ラジオ屋さんの動画は今まで以上に参考にします。もち金んちゃくさんとかイエイさんのメールに比べ、施設でお,お恥ずかしいのですが、メールがラジオ屋さんの励みになるとお聞きしたのでメールしました。えー、ここ数日、冬に舞い戻ったような気候です。お風邪などを召さないように、健康にご留意ください。楽しい動画をお願いします。ということでメールいただきました。ありがとうございます。ひろくんさん。 あ同い年ですよね。僕も昭和34年生まれなんでね。昭和34年生まれの 60, 60日でございますけどね。えー、僕はまあ一回も就職したことなくて、全部自営,自営業でやってきてるんですけどね。まあ今は一応会社経営ということでね。うちの会社のメイン事業は YouTube の、えー、動画配信 <laughs> 事業 <laughs>、えー。っていうことなんですけどね。だからまあ、 ちょっと株式会社なんですけどそういうにはちょっとちょっとちょっと悲しい売り上げしかないん <laughs> ですけどまあね60過ぎてるからまあいいかってやってるんですけどねでこれあのねいろいろあの大変だったようですけどやっぱりねあのまずエントリーがやっぱり大事だってことなんだよねで今あの僕の あの、為替の動画見てもらうとわかるんですけど、エントリーが良かったものと悪かったものが並べてシミュレーションしてるんですよ。とエントリーの悪い方はもう損失が30万みたいなね。で、エントリーの良い方は3万みたいな。同じ通貨ペアで同じ売りなら売りをやっているのに、エントリーが悪い方はもうね、え損失が大きくなって平均売り値がね、上がらないでしょ。 で、エントリーの良い,い方は、平均売りがうまく上がって、で、損失が少なく済むんでね。そこが本当にね、大事だなと思って、やっぱりエントリーの最初に始めるポイントがね、だからこの、えー、CFD で日本225、えー、米国産指数捕まったっていうことですけど、エントリーポイントがね、いまいちよくなかったんじゃないでしょうか。ちゃんとチャートを見ていただいて、安いところで買うとか、高いところで売らないとね。で、今、 な日経平均は、売りの、あの、水準に来てますけど、えー、28,000円、日経22五先物で、28,000円より上で売れば、多分いける。で、2万八千円売りで、上で売って、で、300円ぐらい間を空けて階層上に積んでいけば、多分いける。300円、400円のもっといいし、500円の方もっといいですよ。1000円だったらもっといいんですけどね。 まあでも1000円だとそこまでいかないかもしれないから、知れないから。だからやっぱり、この含み損の原因、原因ですけど、あの、欲を出したっていうのもあるかもしれませんけど、まあ最初からだからね、あの、あんまり良くないところで、こう欲望に駆られてですね、買いたい買いたい、売りたい売りたいっていう感覚になっちゃったと思うんですね。それを抑えていかないといけないですね。僕できませんけど。僕できませんけど、お前できない。自分できないこと人に言うんかーいっていうね。 自分ができないこと人に言うんかーい。怒りますよすいません。<laughs> えね自分ができないことを人に言うっていうね。いつもそうだけどね <laughs> で、えー。ということなんでね、あの、この後はそんな感じでエントリーポイント。始めるポイントが本当に大事。あとは階層上にポジションを積み上げることも大事。で、その間をとにかく開けることは大事。 で、10回ぐらいに分けて売る。10回ぐらいに分けて買うつもりでやっていく。それでも、ポン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 買ってると、すぐ十回いっちゃうからね <laughs>。だから、なるべく開けていくっていうのが大事だよね。それを気をつけてください。そうすれば、多分、次はうまくいくんじゃないかと思いますね。はい。えー、最近、あの、餅巾着さんとか、家さんからのメールがちょっと、えー、途切れてますね。<laughs> 途切れ忘れて、請求してるんですけど、今ね。えー 待っっててるよ <laughs> って<い>う <laughs> ねどうなってるんでしょうかね。ねえ。まあちょっと興味ありますね。あとあのー、あのー、キャノンばあちゃんのね方、えー、からもキャノンばあちゃんの娘さんからもメールを頂い,いてるんですけどあのこの間紹介しようと思ってもう貼り付けて読むばっかりしてたんですね。 で、ずーっと読んでリハーサル、一応読んでリハーサルするんですけど、じゃあ最後に、このメールは読まないでくださいって書いてあって、<laughs> あれ <laughs> そうなんだと思ってね。で、えー、読めなかったっていうのがあるんですけどね、えー。常連さんのメールもね、なかなか楽しいので、ね前、恋愛相談で、えー、っと、この間忘れましたけど、ムー君ね。ムー君の恋愛相談面白かったですね。ねあの。今、あの、レギュラーの方はなかなか面白いですね。<laughs> レギュラーの方面白いんでね。 え皆さん、えー、レギュラーの皆さん、またメールください。で、皆さんもレギュラー入りを目指して <laughs> メールを書いていただければ嬉しいけどね。えー、自由人さんから、えー、ラジオ屋さんは、えー、いつも YouTube を見ております。連続的に見ていると、ラジオ屋さんの変化が面白くて笑っています。これどういうことかな <laughs> 上がる上がるって言ってたと思ったら、今度は下がる下がるって言ってたりとか、そういう感じのことですかね。 そんなもんですよ。<laughs> 一貫性がないっていうのが面白いかもしれないけどね。だって相場に一貫性がないんだもん。ね。上がったり下がったりね。目まぐるしいからね。僕も一貫性が持てないってそういうことかな。えー、その辺がね、変わってるのが面白いっていうのはそういう意味かな。ちょっと思うんですけどね。さて、最近の失敗例。えー、2年前に相場が加工トレンドだという意味、ETF で逆張りを2度やって、 多額の含み損を抱えました。多分、下がってる時に順張り的に売ったんだよね。で、今ね、上がってるでしょ、日経平均。ここで買う人いるんだよ。で上がってるから、これは強いから買いだ、3万いくぜとか言ってね。大抵ダメですよ。<laughs> うちの売りシグナルが出てるところから買っていくなんてはダメね。で、これ多分、自由人さんは、うちの買いシグナルが出ている頃に売られたんだと思うんだよね。で、多額の含み損を抱えてしまいました。 だからね、あの、ま、あそれは絶対ではないけど、うちの動画の買いシグナルが出てる時には買った方がいい。から売りシグナルが点灯している時は売った方がいい。そこで逆の売りシグナルが出てる時に買ったりとか、買いシグナルが出てる時に売ったりするとやばいっすよ。<laughs> やばいっすよ。合計含み損、令和3年12月末で、えー、800万円でした。 <laughs> いやー、大変でしたね。で、ETF を長期に持つと減損する。これ、そうなんだよね。ETF の特にね、確かダブルインバースの方がやばいと思うんですけど、あの、日経が上がるとき下がる、下がるとき上がるって、インバースだったんですね。あれはね、長く持ってると不利になるんだよ。あれ長く持ちゃ、持ちゃない方がいいんですよ。持ちゃない方がいいんですよ。<laughs> それがどうやって純損を最小化できるかタイミングを図っていました。とにかく上等益を上げるためにこの1年半は小刻みにトレードを重ね利益を積み上げました。で、この持っているやつは置いといて、えー、他で動かせる資金で小刻みなトレードで利益を重ねたっていうんですね。これはいい方法ですね。で、この3月の日経急落のタイミングで手島いました。資金収支は貸借対象表で見ていますが、 え売却でようやく純損300万まで減らしました。えおめでとうございます。えー、これね。ね、300万まで減らしました。800から300だから、ね、頑張りました。えー、税引きを150万は今、年間利益を上げられるので、あと2年でどうにか元が、に戻れそうです。 最近、ラジオアイさんが解説してくれた c f フ始めました。小さく入ることを心がけています。最初の資金は100万円です。道具はタブレット、スマホ、パソコンと使いましたが、パソコンが一番使いやすいので、2台の PC に 4, が4台の大型モニターをつなぎました。これだと同時に様々な情報を見ることができます。タイムリーな情報と解説をお願いします。自由人さんから。ありがとうございました。自由人さん。 で、ね、あのー、この今日の十人さんのメールでまあ学ぶべきは、やっぱり丁寧に一生懸命対応していけば、800万円の損失でもなんとかなるぜ、ということですね。で、えー、なる場合もあるぜ、と言った方がいいかもしれない。だけどこれで、ね、やっぱりすごい大変だと思う,、ね、思うんだよね。で、多分、多分ですけど、やっぱり下がっている時に売ってしまった。 で、下がってるときって、二平均とか下がってるときって、もっと下がるぞって誰か言うんだよ。<laughs> うちの買いシグナルが出ていて、そこに、そこを下回ってるみたいなときね。もっと下がるぞって誰か言うんだよ。僕も言ったりするけどね。今回もっと下がるかもしれませんってね。ただやっぱり、買いシグナルが出てるときは買いが正解ですよ。で、売りシグナル今出てるでしょ。で、これもね、絶対とはいえね。 絶対とは言えないけど、大抵はですね、売りシグナルが出てるときは、売りが正解なんだよね。今、売りシグナル出てますからね。で、それがやっぱりね、えー、大事っていう、さっきも言ったけど、繰り返しになりますけど、エントリーがね、すごい大事で、そういうその、下げてるときにもっと下げるとか、上げてるときにもっと上げるっていう噂を信じないようにしましょう。いや、そうなる場合もあるんだよ。そうなる場合もあるから困るんだけど、ね。 で、あとは、小刻みなトレードがやっぱり儲かるということですね。やっぱり長く持つのは良くないんですよ。小刻みに、小刻みにやるのがいい。で、僕もね、小刻みにやるようにしてます。できるだけ。え捕まるとできなくなっちゃうんだよね。小刻みトレーディングがね。そうなるとなかなかね、利がうまく伸ばせなくなるんだよね。だから捕まらないようにはしてるんですけどね。小刻みな短期トレードが一番いいんだよね。まあでもこの短期トレードはでもね、えー、リスクもある。 えー、小刻みにやるつもりが、えー、長くなっちゃって、えー、変なところで入ってたっていうこともありえるんでね。そういうリスクはありますんでね。気をつけなきゃいけませんけどね。で、まあ、あとは、えー、ね、これ、急落のタイミングでもて閉まった。これも大変な判断だと思いますけど、ずーっと相場見てると、わかってくるんだよね。ここは高いんじゃないか、ここ安いんじゃないかってね。そういう感覚がわかるようになってきたんだな、と思いますけどね。分かっ 来られる来られる分かるレベルになってこられたんだな。頑張りましたね。頑張られましたねと思います。で道具ですね。僕もここに 4K モニター、ここに 1K モニター、1K モニター、4K モニター、4K2 台、1K2 でやってるね。であとはすごい横長の広いねディスプレイを使ったりして、できるだけ表示範囲をね広げるようにしています。 えー、そうするとね、いろんな情報見れるんでね。やっぱりね、トレーダーはね、PC ですよね。で、今も、ここで、こっち側で、こっち側、こっち側ね。こっち側に、えー、ドル円のチャートが見えてて、ここに日経平均のチャート見えてるんで、えー、そう、この動画やりながらも、相場の監視だけはやってるんですね。で、今、ドル円と日経とかやってるんでね。まあ、ナスもやってますけど、まあ、 二目柄ぐらいが今この画面だと精一杯なんで、二目柄はちゃんと見てる。これは動画をやりながらも、こうやってチラッチラッと時々僕はどはか見てる視線が動くときありますよね。それは僕チャート見てるんですよ。今これ、この視線は今日経平均見てるんですね。で、この視線はドル円見てるんですね。時々多分喋ってる中でチラッて見るときあると思うんですよね。それぐらい僕ずーっと見てるんですよね。 いつでも。ご飯食べながらも見てますからね。<laughs> まあ、そういうね、やっぱり観察が大事なんだよね。で、この方はいろいろな道具を使いながら、今、2台の PC で4台のモニター繋いで、えー、相場を見てもらえると。これによってですね、これによって、急落の時に、あ、今が手じまいのタイミングだっていうことを察知されたんだと思うんだよ。だからね、皆さんもね、 スマホでたまに見るとかって、じゃあ、ちょっと足りない。スマホは補助的で、やっぱり広い範囲が見れる PC の画面で、PC の画面でチャートを見る癖をつける。これがね、あの、上達のコツなんでね。PC 使いましょう。PC 使うと、すごい広い範囲が見れるんだよね。チャートで。それが勉強になるんだよね。僕は横長のね、すっごい横長のディスプレイも持ってますけどね。どっかでそういう動画を上げてますけどね。 横に高いディスプレイ持ってるんですよ。それも横長の,もうあのチャートがダーッと見れるんですよ。それもいいですよね。で、そういうところをね、皆さんも自由人さんのこういったテクニックをね、えー、はい、あの、盗んでいきましょうということですね。えー、ということで今日は夜トレこの辺にしとこうかなと思いますけどね。はい。まあいつもだからあの、台本のないフリートークなんでね、 えー、僕いつも思うんですけど、なんかね、毎回ね、夜トレやった後に、な、何か失礼なことを申し上げてしまったんではないか。<laughs> 何か誰かを、江戸あたかを傷つけるようなことを言ってしまったんじゃないかっていうことをいつも思うね。<laughs> いつも思うんだけどね。で、撮り直したらまたね、40分とか45分かかるから、まあ、完璧なテイクはできないし、え、一生懸命気をつけながら喋るしかないかなと思ってるんですけどね。それとあとは NG ワードだよね。YouTube の。今日も大丈夫かなと思うんだけど、え本当に些細なね、ことが引っかかるんだよね。なんでね、大変です。はい。っていうことで。バイバーイまた明日さようならそれじゃねお疲れ様でした 今日は、えー、ね、明日はちょっと下がると思いますが、多分ね、金、月あたりに日経平均が28,500円に迫るような場面があるのではないかと予想しています。予想は予想。はい。<laughs> そうなったら、もしそうなったら、売りだぜ、<laughs> 売りだぜっていう話をしました。で、えー、それを手締まったら、あとは休もうかっていうね。 4月の第1週、第2週は、ええー、まあ、休むのがいいんじゃないか。僕は多分休まないですけどね。僕は多分やってると思うんですけど。<laughs> で、それもだからね、人に言いながらなんでよってことですよ。特にね、株を中心にやってる方に言いたい。ねえー、そこは休んだ方がいいんじゃないかなと思っています。今日も長くなっちゃいましたけどね。岐阜にあるラジオアジ第1スタジオ。もうすぐね、ええー、いつかわからないけど、今年中にはですね、 第2スタジオですね。まあ、家の中にも第2スタジオとかあるんですよ。廊下スタジオとかあるんですけど、ちょっと離れたところにですね、第2スタジオ、第3スタジオになるかわからないんだけど、持ちたいと思っているラジオ辞です、えー。今日は岐阜にあるラジオ辞、第1スタジオから、えー、お届けしてまいりました。ごきげんよう。さようなら。<laughs> また明日。